CP-M-86 とはデジタルリサーチ社が開発した16ビットチップ用のオペレーティングシステム。8ビット CPU である Intel 8080.8085よびその互換 CPU 用の OS である CP-M-80 の後継にあたり、機能的には CP-M-80 のバージョン2.2に相当する。商業的には PC DOS として IBM PC に標準採用された Microsoft の MS DOS との市場争いに敗れ普及はしなかった。CP-M-86 は1 6ビット、CPU 用 OS として Intel 8086に実装された各種機能を有効活用すべく豊富な機能を盛り込まれていた。また、c p M-80 で多用されていたアプリケーションプログラムによるファンクションコールの呼び出し方法が変更され、コール後、つまり単純なサブルーチン呼び出し命令による0005、H 番地の呼び出しを止め、セグメントの導入や将来のマルチタスク化を念頭に置いて INT224 によるソフトウェア割り込み処理として実装してあるなど、将来的な発展を考慮して様々な変更が、 施されていた。しかし、このように意図的に、介護完成を無視した変更は既存の CP-M-80 用アプリケーションソフトの移植に当たって、ソースコードレベルでの膨大な量の書き換えを必要とする点で難があり、素直に CP-M-80 のファンクションコール呼び出し方法を継承して、コール語での呼び出しにも対応し、c p M-80 用ソフトウェアのソースコードをほとんど手直しなしで再アセンブルするだけでも動作するほどの互換性を備えていたマイクロソフトの MS DOS と比較すると移植性で不利であった。もっともこの変更の恩恵により上位にあたるシングルユーザーマルチタスク版としてコンカレント CP-M-86 も早期に開発、提供され、 さらに、マルチユーザーマルチタスク版として、MPM-86 も提供されており、これらは、業務用途では一定の指示を受けていた。機能面では、初期の MSDOS と大さなかった CPM-86 であるが、IBM が PCDOS を標準扱いとして、CP。 M-86 は UCS P システムと共にオプション扱いとした結果、そのシェアには大きな開きが生じ、その後の衰退につながった。1982年4月、三菱電機のマルチ16に搭載された、日本語 CEP-M-86 がリリースされた。これはシフトジスを採用した初めてのオペレーティングシステムとなった。 MS-DOS におけるシフト f t JIS のサポートは1983年5月にリリースされた MS-DOS2.01 からとなる。日本においては、マルチ16シリーズのほか、富士通 FM-11 シリーズ FM-16、ベータシリーズなどの初期の X86 系、CPU 搭載マシンでも、標準 OS として採用された他日本電機の、 PC-9800 シリーズでもサポートされており、それぞれ日本語化されている。インテル8080.8085のアセンブラのソースコードをインテル8086用の同等のソースコードに変換するプログラムが存在した。ありがとうございます。